帰りになんか電車がね、何なんだろうあれ、あんな止まることってあるんだってくらい、なんか寝ぼけててあんま覚えてないんですけど、なんか運転見合わせみたいな感じで、点検がなんか点検みたいな、なんかよくわかんないけど、あの電車が進まなくて帰りが遅くなっちゃったんですよ。だからね、割と帰ってきたばっかりで、ね、まだあんまりお風呂も入ってないし、いろいろやってなくて、でも明日もライブだからね、早めに寝れたらいいなと思ってるけど、会いたかったね本当に。きょんこママ対マイ、そうママ対マイカしてた今そう、あ、アマゾンさん、こんばんは、こんばんは、アマゾンさん。嬉しい、毎日来てくれてる。ケロリン、さっきブリ中にまた後で言うんだもん。配信でねーって。ちゃんと綺麗に書き直したから、パンパンに書いといて。もうね、手紙読むの好きなんだよ。寝る前に読むのがいいよね。寝る前に読むね。ありがとう。泣いちゃうから、私。手紙とかすぐ泣いちゃうからな。ジュンヤ、マイカもお疲れ様、お帰りなさい、ありがとう。そう、ジュンヤ寂しかった、会えなくて。今日はね、新曲の披露目がありました。浮世和歌という曲で、本当にもう数回のレッスンで全部入れたんですけど、私は歌、歌唱のメンバーで、ふみさんと私とレナさんとメイさんで、歌唱パートをやりました。遅延か、そう、なんかね、遅延というか、なんか遅延か、なんかずっと止まってて、その延期で運転見合わせしていますみたいな感じで、コマさんと書いてたんだけど、途中まで2人とも、なかなかつかなくないとか言ってバレッタの黒の方はアンに、私アンちゃんに、よかった。ランチキもマイカの3枚代行で買ってもらう。嘘、本当に、あら、あ、そうだ、脳細胞かな、脳ちゃんがチェキ代行で来てくれたら、そういえばありがとう、光太くん、会いたかったで、見てほしかったな、浮世和歌。津田沼駅で信号確認。そうなの、津田沼、へえ、そうなんだ。なんかいろんなとこであれなのかな、じゃあ電車が結構遅れてるのかな、なんか誰だっけな、来るときにちょっと誰か忘れちゃったけど、来るときにもなんか電車が遅れてて運転見合わせでなんか進まないみたいに言ってたし、今日なんか乱れてるのかな。チェキありがとうね、ありがとう。そう、キョンコも代行でね。あとさ、なんだっけな、キョンコによろしく伝えてねみたいに言ったんだけど、伝わったかな。マヤカのツイッターミュートして、ミュートじゃない、なんで、珍しく実写じゃないの、実写じゃないの、実写。イヤリングを毎日お店でとりあえず一つだけ、これはマヤカにあげないとってのあって買った。そうなの、ありがとう、嬉しい、可愛かった。マイカとイロメイちゃんパートやった時で、いつも俺いけない時いいポジションやってるから、マイカ嫌いな、なんで嫌いならないでよ。あとね、大江戸もメイさんポジやったよ。あの、飛ぶよ声をからし今たがらかに、あのラララせーのラーラー、もう一回ラーラー、ラストラーララーっていう煽りのメイさんのポジションやった。あのサビがセンターのところやりました。あとグレートフル、グレートフルアイドルライフ、ラーラーラー歌おうってやつは、おつさびをやりました。マイク嫌いなんで今日行きたかったわね。そうだよ、来ればよかったのに。新曲のマイク全く見えなくて泣いた。あれだもんね、逆側だったもんね。無人のやつもへそ出し前か、販売する T シャツのやつと、蝶々の髪飾りつけてやつとか。本当に、
え、なんかさ、もしかして選んでくれたの、その中から。そうなの、伝わってないんだが。あら、伝わってなかった。え、キョンコにありがとうって言っといてって言ったんだけどありがとうキョンコ、嬉しい。本当に寂しいよ、でも会えなかったの。マイマイビーム動画勝手にあげました、すんません。え、なになに、やめて、本当にやめてもう開けたのね、イヤリング。もう開けたのね、イヤリング。うん、開けた。みおちゃんさん、マイカ、おはようございます。ラジオなの珍しい、ラジオなの珍しい。そう、今日はラジオでやる。マイマイビーム動画ってなんだろう、あの全員の囲みのやつかな。え、ケロリンのさ、送ってくれたものはさ、もう届いてるのかな。事務所行ってみるね。なかなか受け取れなくて申し訳ない。ライブ行かない方がいいポジションやってるから在宅になります、かっこなってる。ね、なんでやだよ。マイマイビームの場所だけヒジタップしよう。そうなの。え、見に行くね。じゃあ GTR さん、こんばんざれ。あ、 GTR さん、ありがとう。ノーセーブに写真送ってもらって、あ、そうだったんだ。のんちゃん、さすが。センスと、ん？センスに超とか、マイカじゃんってなって買った。え、嬉しい、ほんと。あ、そう、今日ね、メイさんにね、プレゼントもらった、お誕生日おめでとうって。なんか、蝶々のネックレス、めっちゃ可愛かった。メイさんがくれたんですよ、今日、お誕生日って。なんか集合の時にくれて。もうあれね、付き合えない。メイさんに実は、昇格おめでとうって、昇格の時にもらったプレゼントのイヤリングもあるんだけど、落とすのが嫌で、壊すのも嫌で、つけられてなくてまだ一回も。だからその、今日もらったプレゼントも、なんか、大事に保管しちゃいそう、私。でも、使えたらいいな。来月ワンマンで行く日未定なんだ。嘘でしょ、キョンコ。1ヶ月会えないの？それはピン。そう、囲みでメイさんがマイちゃんの、あれか。ミオちゃん、50マイカ半割りありがとう。また会える日まで。寂しいこと言わないでよ、みんな。なんで？みんな来たくない時期なのかな。マイカちゃん、写真かわいい。ありがとう。普通に郵送、郵便の方にさすがに届いてるはず。じゃあ事務所行くね。ごめんね。本当に受け取れなくて、なかなか。俺のはなくしても壊しても大丈夫です。なくさないよ。なんで？なくしたら泣くよね、多分。また機会あったら別のチャンネル見て。本当に？ありがとう、みんな。40人の方が見てくれている。ご満載。今日は、ワンマンライブでした。あ、あとね、新メンバーの鹿児島県の伝道師見習いのさくらめるちゃんという子が一応今日お披露目という感じで一緒にバンズジャパンを踊りました。まあ気が向いたら行く。待ってるよ、本当に。もうね、やっぱりね、みんな来てくれないの寂しいよね。寂しかった、すごい。だから会いに来てください。よいしょ。お、今なんかクロミちゃんのさ、ティッシュ買ったのね。クロミちゃんのパッケージのティッシュを買ったんですよ、お部屋で使うように。そしたら今開けたら中の紙にもクロミが書いてあって、何この可愛さ。え、これは可愛い。ちょっと感動してます。今なんか100円ショップに売ってるやつ。え、こんなに100円なのに可愛いの。買いだめしようかな。別にいつでも買わないけど早くしないと着る機会なくなるかも。あ、そっかそっか、夏服なのかな。むしろさん、こんばん。むひろさん、こんばんざい。今日いたね。会わなくても大丈夫な体質なんで大丈夫。何その体質。嘘でしょ。私もそれになりたいよ。
それになったら苦労しないのに、みんなに会いたすぎてさ、その一日でも会えないとすごくシュンってなっちゃうんだけど。あ、ハリーこんばんじゃ、しばらくバイバイ、外大阪よ。帰っちゃうの？そっかそっか。こんばんざい、ハリー。今日ありがとうね。楽しかった、ハリーってくれて。何回もね、レスを飛ばしていたけど、ハリーもすごくこう、なんて言うんだろう、なんか、ケチャとか、ね、してくれてて、目もあったし、チェキもね、嬉しかった。なんか遠征ですごく仲良くなれた気がしたので、なんか、ハリーとすごくこう仲良くなってからの初めてのライブだったから、なんかまたね、前回とは違った感じで楽しめたかなと私は思いました。今日キョンコ、そろそろパーカーの季節。そうなんだよね、そろそろパーカーの季節なんだよ。パーカー好きだからさ、キョンコにもらったパーカーもそろそろまた役立つ季節だね。手紙達筆だから字汚く見えるかも。え、全然全然そんな気にしないし、字汚いとか思わないから、全然。でもなんだろうね、達筆ってよくない？そっちの方がさ、なんかいいじゃん、癖があるより。私はすごく癖字だからさ。今日はロクロリスニーカーのマイカさんに全力キッチャーしました。え、見た見た、すごい嬉しかった、ありがとうね、むしろさん。ムンヒロさんよりも勝手にムンシロさんと呼ぶという。ロックンロールスニーカー泥まみれ、どんな日だって僕のそばで。そしたらね、しおりさんがね、なんかすごい歌が上手かったって、なんか上手くてびっくりしたみたいな言ってくれて、なんかふみさんも褒めて、なんかマイカマジで上手いみたいな褒めてくれて、今日すごい嬉しかった。また10月楽しみにしてる。そっか、コウタくん10月、え、10月のワンマンまで来れない？夏服じゃないよ、長袖だから。長袖か、じゃあ着れるね。カイトこんばんざい、おまつけカイトありがとう。10月は会いに来てね、ワンマンライブ。バンザイしか見ないから、バンザイ以外の曲が全然わかんない。あ、そうなの？ワンマンまで行かない。そっか、じゃあ10月のワンマンまでに自分磨き頑張ろう。次に会う時までに。あれ、なんかなん、え、なんか痩せたと思われるように頑張ります。マイカちゃん美声だ。美声全然そんなことないよね。え、なんかさ、アナウンサーとかのさ、人みたいな声になりたかった、綺麗な。12月にマイカに会えるの楽しみ。そうなの？12月まで来ないってことか、純也は。そうなんだ。10月のワンマンこそ行きたいけど、バイトなんだよね。31なんだっけ。バイトなの？カイト。え、バイトは、それはさ、予定は絶対に開けられないんだ。イバナさんの歌うまい子のパートだったんだよ。それを見られるのすごいよ。え、めっちゃ嬉しいです。ありがとう。本当？なんかすごい嬉しかった、褒められて。え、ムーヒロさんは結構イバナさんとか見たりする？ライブかぶるもんね。次会うときはまたゼロから。待って、誰ですかから始まるの辛すぎ。お尻しかだから、ほぼ安全しか見ないの。そうなのね。でもさ、ほら、聞いたことあるとか知ってる人もいるんじゃないかな。ロックンロールスニーカーだったらね、有名だし。来年でもやかちゃんに会いたいな。ぜひぜひ。ワンマンお疲れ様で、またね。むひろさんありがとう。またね。来月の1日の合格発表で落ちたらすぐ解きすから。え、待って、それは辛い。頑張ってね、絶対。え、もう試験は終わったのかな、そしたら。じゃあ遠征して。修行期間だから。多分遠征するの？え、何の遠征？お仕事？ライブを理由にバイト休むと店長に嫌な顔される。あー、それはね、ライブって言わなければいいんだよ。
休みとかもないのか。それは残念。今日はランチ期でだいぶ満足した感あった。嘘、嬉しい。なんか4枚も買ってくれてたよね、ケロリン。ありがとう。もう終わってるけど受かってる気がしないから父に帰るわ。待って、それモグラだよ。それはモグラ。え、大丈夫だよ、絶対受かってるって。大丈夫大丈夫、いいね、イメージを持とうよ。そう、ちゃんとした休み一日もないのよ。それは残念。じゃあ会えないね。68人の方、駒材パンゼイジャパン千葉県の伝道師安藤舞香です。今日は、ワンマンライブだったんですけど、衣装が、新衣装、新しい衣装でのワンマンライブでした。このラジオのね、写真もその新衣装の写真なんだけど、すごい汗かいて後のちょっとすごい髪が乱れてる写真だよ、申し訳ないんですけど、新衣装の私のタイプの形がそれぞれ違くて、スカートが袴みたいな、足がなんていうの、片足がすごい抜けて出るようになってる。一番スカートは短いんですよ、あの実はこの私の形が。でも後ろがね一番長いので、なんかあの扱いがすごく難しくて、ライブの振りでもあの私のスカートの人だと不可能な振りとかも出てきたりとか、すごくね踏まれてあの転ぶとか、なんかそういうことがすごく怖いんだけど、でもなんかちょっと慣れてきたから、何回か来たので少しスカートにも慣れてきたかなっていう感じでもね、今日も危なかった。なんか自分で自分のスカート踏んであの転びそうになった。夏も終わるから自分見つめのスキルアップに山登るの。どこの山、すごい楽しそう。それ観覧車今日枠変えないか問い合わせるわ。本当に、それはぜひぜひ聞いてみて。多分私の余ってたから全然枠ね、余るの寂しいもん。しかも乗りたいしね。そう、見てたら八丁さんに一部のも出せるよって言われて、結果読む。あ、そうだったの。ありがとうケロリン、作った甲斐があったわ。それは書いた土日バイトは本当にきつい。まあ次会った時もっと可愛くなってたら、見なかったこと、見なかったこと。絶対可愛くなってるようになれるように頑張るし、見なかったことでされないぐらい可愛くなろう。なんか目標決めないとできないんですよ私。だから目標を決めて頑張ります。あと1ヶ月というね、ちょうどいいし。まあ、次会った時読んだわ。マイカになりたいのに。それは会いに来て。マイカちゃんの綺麗な足が、あ、でもね、足は片方出てるんですよ。そう、何気にね短いというね。10月30日のワンマンってお昼からだけ、いや、まだ出てないけど2部だと思う、2部制だと思う。50万円かちゃん管理ありがとう。買ってその日行かないけど。なんで行かない、なんでよ、それ無駄だよお金の。マイカも来るなら来ていいよ。その代わり来たらかなり厳しい修行だと思うけど。修行に行くの、純也。でも私結構ね好きだよ、スポーツとか観覧車とか。ほんと人権なかった、人権。とりあえず兄ちゃんのトークポートで少しだけ話せる。嬉しい、ありがとう。またトークポートでねってさっき言ってくれたのすごい嬉しかった。ハリーね、もっと話したいなって思ってたので、ワクワク。その前にマイカ自体の存在を忘れてるので。出たよこれ、辛くない？だってさ、会うたびにさ、チェキで会うたびにチェキ来てくれてるのに誰とか言って言われてさ、弱すぎ。平日予定開けていくようにする。ピスパンや、ピスパン待ってたるよ。何言ってんの私。カイト待ってるよと今混ざっちゃった。ピスパンこんばんざい。カイト待ってるね。平日雪うさぎさんこんばんは。こんばんは。二部制なら一部なら
けそう。一部なら、あ、本当に？じゃあもうぜひ絶対来て。一部約束だからね。転んで綺麗な足が傷ついたら大変、見てる方もハラハラしてしまいますね。確かに2019年はマロに出会ってみたいなチェキ買ったけど、2019年は1日しか会ってなかった。そういうことか。まあ現在の年齢最後だからさって。あ、そうなのね。え、ハリーっていつだっけ、お誕生日なんだって、なんだって。落書きでも楽しみにしてる。え、ありがとう、頼んでくれて本当嬉しかった。なんかチェキも出るのも嬉しいんだけど、やっぱりあえ今日来れなかったから落書き写メ頼むねって言って頼んでくれたりとか、そういうのもすごく嬉しいので、もう本当に頼んでくれてありがとうの気持ちだし、またメッセージが書けるっていうのはすごく自分的にも嬉しいので、ラッキーって感じです。チェキに行って誰、自分も言ってみたい言葉だわね。おやすみ、またね。お、こうたくんありがとう。おやすみ。いっぱいね、今日はあんまり忙しくてツイートなども見れなくてごめんねの気持ち。メイカに次会ったらワンマン行けなくてごめんなさい、チキトロ。じゃあ、来月のワンマン？あさって。え、楽しみにしてるよ、ハリー。え、あさってがお誕生日？嘘！え、そうなの？じゃあ、9月 29？ え、覚えた。覚えやすいね。たくやぎさん、こんばんずれ、お疲れ様、ありがとう、たくやぎさん。ヤギもすごい目あった。なんかさ、ニブさ、T シャツ着替えてなかった？え、みんなマイクで歌ってるとこよかった。ありがとう。指さされヒーローか。ピスパンってみのちゃんのこと好きなんだよね。ケロリン一部だけで自社目頼んだ。ね。知ってる知ってる。来てたよ、注文ちゃんと。ありがとう。そしたら今日は、配信終わります。ちょっと短めだったし、ラジオでごめんなさい。だからミオちゃんと同じ日だよ。あ、言ってたね。そうだ、ミオちゃんと同じなんだ、びっくり。ん？ん？え、でもなんかさ、指差ししてなかったっけ。だから、あ、エミナちゃんのこと好きなんだと思った。今日もお休み時間ありがとう、また話そうね。おやすみ。なんかこのお休みだとさ、お祭り騒ぎの、お、なんかお祭り騒ぎさ、今日シンポジだったのね、初めて歌のパートで歌パートやったんだけど、めっちゃ緊張して、なんか本当は出番前にメイさんに、あ、もうむ、え、もう緊張して無理ですって言って、相談した。知ってる、知らなかったら困るけどね。ピスパンオツオツ、今日歌声いいなと。え、なに、ラビタン嬉しい。え、ラビタン、それはラブだわ、ありがとう。本当？え、嬉しい、褒めてくれた、ラビタンありがとう。お疲れ様と、近々。そしたら今日は終わります。ありがとうございました。バイバイ。